はい、皆さんこんにちは、鉄坊主でございます。いつもひま坊主チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。先週 JR 東日本が昨年2021年度の各赤字ローカル線の営業係数とか輸送密度、それから各線区ごとの赤字の総額です、こういったものを発表いたしまして、 JR 西日本もこちらのですね、赤字ローカル線の輸送密度、営業係数、こういったものを発表いたしましたけれども、ちょっと数字の年度のところが違うと言いましょうか。 JR 東日本は2021年度昨年度単体で出してるんですけれども、 JR 西日本に関しましては2019年度から2021年度、2019、2020、2021、この3年間の平均値というのを取って出してきてますんで、まあ、一概に比較することはできないんですが、まあ、今日はちょっとこれらの数字の中からいくつか気になるものを取り上げて、問題は地方の感染であるというような切り口でお話をさせていただきたいなと思います。はい、ということでまず JR 西日本で取り上げた路線が3つ、まあ、ワースト3ってわけじゃなくて、ワースト3はね、実際にワースト3、まあ、どの数字を取ってワースト3というのかにもよるんですけれど、まあ、ビンゴ落合を中心とした、まあ、そのあたりの一角ですね、その一角のところの路線をちょっと、まあ、3つよく出てくる路線ですけど取り上げてみました。で、その中で、まず木次線の出雲横田からビンゴ落合、輸送密度35、営業係数7453で、東条からビンゴ落合、輸送密度13の営業係数23687、備中幸次郎から東条が輸送密度80の営業係数3858ということで、まあこれよりもここの備中幸次郎より東条のよりも、確かビンゴ落合からビンゴ庄原の方が数字が悪かったと思うんですが、まあその辺の細かいことはちょっと今日はどちらかというとこれはね、あんまり、ここはミソじゃないんですよ。一応出しましたけれど、まあ、東条ビンゴ落合の、ね、輸送密度13、営業係数23687っていうのはもうよく言われているところで、もう赤字ローカル線のまさにもう、キングオブザキングスみたいな感じで、もう全赤字ローカル線のもう、もはやもう 神の領域というとちょっとおかしいけど、もうとにかくぶっちぎりの数字が悪いところなんですが、よく言われるのは、まあ、こういうところの数字とか、あと、赤字の総額ですね。よくなんか見てると、山陰本線は、赤字がいくらいくら出てたとか、羽越本線は赤字がいくらいくら、年間何十億の赤字でしたとかっていうのが出てくるんですけど、そういう数字だけじゃなくて、今日はちょっと注目したいのはこのキロあたりの赤字というのは、これ線区でも別にこの短いところもあれば長いところもあるん で単純にその線区の赤字の総額を出したって、それは路線が長いところの方が赤字が大きくなる可能性は高いわけです。そもそもが赤字ローカル線で、これが黒字路線だったら線区が長くなればなるほどキロあたりの黒字は大きくなるかもしれないんです。キロあたりで赤字の黒字の総額が大きくなるかもしれないんですが、とにかくその総額というのは距離に応じてこうかなり数字が前後してきますんで、前後というか上下してきますんで、今日はそれぞれのこのキロあたりの赤字というところを注目していって、でそれでこのお話をしていきたい、地方感染じゃないかということをお話していきたいんですね。でまずこの今3つ挙げましたけど、それぞれのキロあたりの赤字って、上から順番に845万891万957万ということで、まあだいたい900万前後っていう感じになってるんです。だいたい JR 西日本の赤字ローカル線ってこの辺りにだいたい収まってます。後で紹介しますけど、 JR 西東日本に比べるとキロ当たりの赤字はかなり JR 西日本の方が安いです。おそらくこれは保守費用とか相当削ってるからだと思うんですけど、時速 25km 区間とか JR 西日本ありますけど、もうほとんど保守をしておらず、運転手さんが運転するたんびにゆっくり走らせて、線路上に石とか落ちてないか、まあ、見ながら走るようなことをするわけですよね。まあ、そんなこともあるんで、ものすごく経費を削ってるからこれでっていうのもあるかもしれないし、まあ、本数が少ないっていうのもあるのだと思うんですけど、まあ、キロあたりの赤字でこんなもんなんです。で一方で JR 西日本の赤字ローカル線の中でも比較的輸送密度とか営業決して良くはないんですよ、良くはないんですけど比較的数字が高いところですね。こういったところを見ていきますと、城崎温泉から浜坂、出雲市から益田、新宮から白浜ということで、全て、特急が走っている
まあ、城崎温泉浜坂に関してはそんなにたくさん走ってないんですけどね、全部特急が走っている路線です。で、輸送密度もやっぱこの辺に比べると1000切ってるからよくはないんですけど、まあこっちに比べるといいですよね。で、営業係数もこちらに比べるとかなりまともな数字、1083、2779、769ってことで、かなりまともな数字なんですが、ただですね、赤字の総額が大きいんですね、こういう路線は。で、赤字の総額も大きいし、総額だけ見ちゃダメだということで、キロで割ってみたところ、城崎温泉から浜坂駅はキロ当たりの赤字が2682万ですから、この辺りから比べると、もう、そうですね、3倍近くになってますよね。で、同じく出雲市から増田、ここもスーパー沖とかスーパー松風とかがガンガン走ってるところですけど、ガンガンってこともないか、走ってるところですけど、これも2694万円と、キロ当たりの赤字で、新宮白浜に至っては3099万円ということで、ですからこっちに比べるとこっちの方がキロ当たりの赤字って全然大きいし、もちろん赤字の総額も大きい。で、赤字だけを見るならむしろ問題はこっちじゃなくてこっちなんです。こういう特急が走っているところこそ赤字が大きいんです。で、こういう傾向っていうのは JR 東日本にもやはり見られましてですね、で、ちょっと輸送密度の低いところを3つ取り上げました。陸羽東線の鳴子温泉から最上、久留里線の末端区は久留里、上総、亀山、それから花輪線の、荒谷新町から数の花輪ですね、輸送密度がそれぞれ44、55、58ということで、まあ、この辺と比べても遜色のない数字と言ってしまうあれですけれど、そして営業係数も上から順番に2万31、19110、12741ということで、これらはやはりかなりもう全部5桁ですんでね、あの JR 西日本は5桁ここだけなんで、そういう意味ではここはやっぱりすごいんですけれど、で、赤字額がここもですね、赤字額は実はこの JR 東日本はあのここと違って赤字額も大きい、2425万、2906万、1910万円ということで、まあ、あの時鉄の鳥塚社長がなんで久留里線の赤字はそんな高いんだっていうようなことをおっしゃったんですけど、これやっぱり、まあ、これが削りすぎっていうのもあるかもしれないですけど、キロ当たりの赤字にすると本当にこの JR 西日本の中でキロ当たりの赤字が高いと言われたところとあんま変わらないレベルにこれ JR 東日本になってくるから、 JR 東日本はおそらく、経費がものすごく高いですね。 JR 西日本に比べても非常に、まあ、保守費用とかそれだけじゃないと思うし、どういうものを反映させてるかにもよるんですけれど、営業係数の出し方ってあの本社業務のところまで割り込んで入れるかどうかっていうのがいつもあって、それを入れるか入れないかで数字変わってくるんで、はっきり言えば営業係数の計算の仕方っていうのはもうブラックボックスに近いんで、一応営業収入はいくら、営業費用はいくらって出てますけれど、でもその費用はどういうふうに計算してるのか、営業収入はじゃあ18切符の分とか入ってるのかって、まあ、ほぼほぼ入ってないはずなんですけど、そういういろんなところがよくわからないもやもやした感じなんで、一概には比べられはしないんですが、とはいえやっぱりだいぶ高いですね、こっちの方が。いくらそういうものを見込んだって言ってもこんなに差は出ないと思います。だからやはりベースになる経費がものすごい高いんだと思います。で、こちらですね、このJR 東日本の中でのいわゆる幹線ルート、特急とか貨物列車が走る幹線ルートの中で輸送密度やはり2000未満のところをピックアップしたんですが、それが上越線の水上越後湯沢、津軽線の青森から中大国、それから羽越本線の村上から鶴岡、奥羽本線の東の城大館、大館弘前といったところで、輸送密度はみんなほぼ3桁、この東の城大館の1000を超えるところを除けば、みんな3桁で、営業係数もだいたい一番低いところで1772から一番高いところで3226ということで、営業係数も決してこの辺に比べてもやっぱかなり高くなってるんですね。で、何よりもすごいのがこのキロ当たりの赤字で、上越線がキロ当たり4251万、津軽線中大国までが6325万、村上鶴岡が6248万、東の城大館が6537万、大館弘前が5480万ということで、まあ、この辺と比べても相当高くなってる。で、これ高いのはおそらく貨物が走ってて保守にものすごいお金かかってんじゃないかと思うんです。で、ご承知の通り JR 貨物からはアボイダブルコストルールって言ってそんな高いお金もらってるわけじゃないん で、その辺の経費がむちゃくちゃ上がってるプラス
ここで見えたように、ベースがやっぱりかなり JR 東日本は高いんじゃないかと思うんです。でこれね赤字のねというとこ見てるとこうやって見るとまあこれ高いんだけどこういうところがこういうところよりむしろやっぱ赤字額ってここなんですよ。こういうこれは全部特急が走ってる。でこっちも、特急が走ってるプラス貨物列車が走ってる全路線そうです。全路線に貨物列車で下の3つの区間が、特急列車も走ってるというような区間でございまして、やっぱこの赤字額がこれだけ大きいんで極端な話、収支を改善するんだったらこんなとここんなとこっていうと言い方してるけどこういう本当の純赤字ローカル線じゃなくてこういう地方幹線を削った方が早いというか大きな効果が見込めるんですよ。金額がでかいから。でも実際のとこなかなかこれは難しいと思います。まあ、城崎浜坂温泉ぐらいだったらまだわかるんですが新宮白浜とか出雲市増田なんていうのはもうこれ今すぐここを損廃の対象にっていうことはできないと思うし、で今年の国土交通省の地域モビリティの刷新体の赤字ローカル線の検討会の中でも、特急列車が走る、ところとか、貨物列車が走るようなところっていうのは、成績に関係なく引き続き、JR に、やっていくことを強く希望っていうふうに提言書に書かれてるんで、事実上この路線とこの路線内これらの路線に関してはどんだけ成績が悪くても削ることを損廃の、議論に持っていくことは基本的にはできないんです。こういうところはこれからどんどん話は始まっていくけれども村上鶴岡上越本線の村上鶴岡の数字がいくら悪くても、貨物列車のルートなの でしかも特急稲穂も走ってるルートなので切れないんです。なので、まあ、こういうところはこれからどんどん切られていくかもしれないですがこういうところは切れない。でじゃあどうなっていくかというと切らなくても、損廃の議論の対象にはできなくても経費はどんどん削っていかなきゃいけない。じゃあその経費の削り方はどうするのかというと、これが減便とか、減車になります。特急列車が走ってるのであれば編成を5両編成から4両編成にするとかあとは、通勤列車とかも3両編成を2両編成にするとか、本数を間引くとか、こういうことが行われるわけでして実際にもう行われてますよね。ここに挙げた路線だけじゃないところでも出てますし JR 九州とかでも出てる、積み残しが発生してるとかっていうニュースは時々目にいたします。そしてこれらの路線じゃないですけれども、東北本線の宇都宮から北の部分であるとかそれから日光線で積み残しがあったとかっていうようなことあります。あと JR 九州の場合は減車だけじゃなくて席をロングシートを一部取り外して立てる人の数を増やして定員を増やすみたいなことをやってますね。そういうことまで今やってる状態なのでこういう本当に純然たる赤字ローカル線っていうのはこれからどうしても損廃の議論というのは避けられないと思いますがこういったものすごい大きな赤字は出してるんだけど現実的に切れない路線こういったところが減車とか減便で対応はするんですがそれもやはり限りがある。なので強く期待とは言ってますけど実際問題もう特急以外の各駅停車本当に数が少なくてほぼ特急しか走ってないようなところがいっぱいあります。でこういったところが問題なんでこれをこの先こういう路線をとりあえず今回はこういう路線はまず対象にはならないとは思うんですが、この先どんどん進んでいった時に人口は減っていく一方なのでお客さんの数が爆発的に増えるとは考えづらいです。いくらのインバウンドだなんだっつったところで観光で来られる方の数っていうのはやはり通学定期通勤定期定期利用者に比べると安定しないのでどれだけ来るか分かりませんしそんなに収入的にも大きなものじゃないです。かといって切れない、こういう路線が一番今これからも JR 各社にをとって一番取り扱いにくいのがこういう路線なんじゃないかなと思います。今日はもう JR 西日本と JR 東日本の路線だけ取り上げましたけども
例えば JR 北海道であれば宗谷線とか石北本線とか、あとは JR 九州であれば日豊本線とか、こういったところが、まあ、区間区間で見るととてつもなく普通列車が本当に1日数本しかないようなところありますよね。そんなところがあるんで、今後、まあ、こういうところも例えば、高速バスと並走してるんであれば、そこのところを特急列車とこうなるべくうまく市場を、取り合わないように調整するとか、まあ、そういうものは前は独占禁止法にかかったんですが、今だんだんそのかからなくなってきてるんで、そういったところの調整を行うとかしないと、まあ、共倒れになっちゃうし、鉄道のお客さんどんどん衰退していって、じゃあもう旅客列車、今のね、長万部新函館北斗みたいに、もうあの貨物路線としては必要だけども、旅客線としてはもういりませんみたいなことになりかねないんで、こういったところですね、こういう路線をこれからどうしていくのかっていうのを考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。と言っても考えていかなきゃいけないと言っても、じゃあ何か明暗があるのかって言われると、残念ながら明暗はございません。もう外から来るお客さんの数を徹底的に増やしていく以外に方法はないんですけど、あとは単価を上げることですね。あのお客さんの数は増やせないのであれば、お客さん1人当たりからいただくお金を増やすしかないんですが、それは毎日乗る方じゃなくて旅行者からしか取れないんで、まあ、そういったところ料金を、ね、変動させるとか、そんなことも将来的には人によって値段が違うみたいなことも出てくるのかもしれないですね。はい、ということで今日はちょっとこの問題は地方幹線ということでね、こういう幹線特急列車が走るとか貨物列車が走るとか、そういったところが問題なのではないかというお話をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。前回前々回の動画ですかね、まあ、あの前の動画で旅行会社を辞めてスーパーの惣菜屋のキッチンで働き始めたっていう話をしたんですけれど、まあ、今日はその時のお話を一つしましょう。働き始めてまあいろんな人がいましたね。本当に、カルチャーショックというわけじゃないですけれど、別にカルチャーはショックじゃなかったんですが、まあ、今までに自分の生活の中で見たことないというか見てはいるんだけど関わりのなかった人たちっていうのと、関わることができて、そういう意味では非常に刺激的でございました。まず一番すごかったのが、私が働いたキッチンは、スリランカ人だらけだったっていうことです、ね。まあ、スリランカっていう国はね、まあ、皆さん聞いたことはあると思う。あのインドのこう南側にあるね、島の国で、なんですけど、あの実生活においてスリランカの人と関わることってなかったんですよ。まずまあなかなかないと思います、普通にスリランカの人と関わることってなかなかないと思うんですけど、そこに行くとすごいたくさんいたスリランカの人が、で直属のボス、自分の直属のボス、キッチンの、あの人は何だっけ、アシスタントマネージャーだったかなの人なんですけど、ボスが、スリランカ人でかなり訛りがある英語に、まあでも言ってることは分かるしいいんですけど、でまず本当に最初に入った時に、なんかいろいろ聞いてるとみんな なんかスリランカ人スリランカ人スリランカ人なんかスリランカ語で喋ってたりして何言ってるかさっぱり分かんないですけど、もちろんそれは、でなんかよく言ってるのは分かんないんだけど、まず、何よりもそのスリランカ人が多かったことにびっくりしました。私の人生でそれまでにスリランカ人っていうのはテレビの画面の中で、ズームイン朝に出てたウィッキーさんぐらいしかスリランカ人って知らなかったんです。まあ、あの方は英語が非常に流暢なんですけど、私の、一緒に働いた人っていうのはみんな、スリランカから移民してきた人たちばっかりなので、ものすごく訛りのある英語ばっかりでして、本当にいやウィッキーさん以外知らねえよスリランカ人なんてって思ったんですけれど、まあ結構ねその料理のところにはスリランカの人とかあとインドの人も多いですね。インド人多いですね。
で、この間もたまたまね、日曜日かな、晩飯をまあピザ、宅配ピザというか、宅配にもできるけど自分で取りに行ったんですけど、ピザね、ピザにしたんですけれど、ピザ食べ、買いに行ったんですけどね。でピザ屋っていうのもね、この辺ではほぼもう 90% ぐらいはインド人がやってると思う。不思議なもんでね、ピザってもともとは今ここで日本にもあるピザもそうだけど、あのピザってそもそもイタリア料理にあるピザとちょっと違うっていう話は聞いたことあると思うし、そうらしいんです。私もそんなに詳しくは知らないけど、でそれが、このアメリカの方に来て、アメリカの方でいわゆるみんなが知ってるピザになった。でそのアメリカで、イタリアからやってきてアメリカの方でアメリカ風になった、その今みんなが知ってるピザになった、ある意味ピザってアメリカの食べ物なんですけど、そのアメリカの食べ物を今作ってるのがここではほぼインド人という事実、すごく不思議ですよね不思議ですよね本当に、だから結構ね、料理関係はね、インドとかスリランカの人多いんですよ。船とか乗ってる調理師やってる人とかもなんか多いとかってなんかスリランカの人言ってたしね。おそらく前その人たちが言ってたのは、本当かどうか知らないですよ。インドとかってもともとイギリスの植民地だったじゃないですか。でだからそこから、その船でインドとイギリスで行ったり来たりするときに、その船の中で働く人たちにインドの人たちとかスリランカの人が多くて、でその人たちがこうご飯作ったりとかなんとかするから、そういう風になったっていう風に、スリランカ人の同僚が言ってましたけれど、そんな感じで非常に、いろんな国の人が見れて面白かった。まずそれがスリランカ人が多かったっていうのは一番、面白いっていうとあれだけど、不思議でしたね。でそんなことがありました。でちなみに私はスリランカ人の一人に勝手にあだ名をつけられて、私のあだ名はなんか彼がいつも私のことをすき焼きと呼んでいました。なんか日本語って言ったらすき焼きなんでしょうねということで、以上すき焼きでございました。皆さんさよなら。